リース・ジェームズは、イングランド・ロンドン出身のサッカー選手。プレミアリーグ、チェルシー FC 所属。ポジションは、ディフェンダー。2017年3月、チェルシー FC と初のプロ契約を締結した。2017から18シーズンは U-18、チームのキャプテンを務め、FA ユースカップの優勝に貢献し、アカデミーの年間最優秀選手に選出された。 2018から19シーズンは、ウィガンアスレティック FC に、レンタル移籍。リーグ戦45試合に出場し、チームのチャンピオンシップ残留に貢献。96%の得票率で、サポーター選出の年間最優秀選手に、選出された。さらに、選手が選ぶ、年間最優秀選手にも選出された。2019から20シーズンによりチェルシーに復帰した。 2019年11月7日、UEFA チャンピオンズリーグ第4節のアヤックス戦でゴールを決め、チェルシー史上最年少得点者となった。2020年1月16日、クラブとの契約を2025年まで延長した。2020から21シーズン、9月14日、ブライトンとの開幕戦では勝ち越しゴールを決めて、勝利に貢献した。 UEFA チャンピオンズリーグ決勝のマンチェスター式戦ではスターリングを抑え込むなど優勝に貢献した。2020年10月、イングランド代表に初招集されると、ウェールズ代表戦に58分より途中出場し、代表デビューを果たした。10月14日、デンマーク代表戦では代表では初のフル出場を果たしたが、試合終了後に審判にことを唱えたために、 レッドカードを受けた。2020年10月16日、チャリティのイベントに参加していた際に、自身の車の窓ガラスを割られて、車上嵐にあった。ありがとうございます。